でも変わることがありました。私たちの一人を愛してください。主イエスキリストの名で感謝して感謝してお祈りいたします。アメン。皆さんご一緒に賛美してください。さあみんなで、主の山の登ろう、ヤコブの神の家、神まで主の山の登ろう、ヤコブの神の家、主よ Thank you.
Thank you.
私たちの歌を心の歌を歌おう花の歌を夏に輝いた
Thank you.
選手で幸せの涙を話させていただきます。あのね、またご起立から手を一緒に一度心臓賛美を持って告白して参加していきましょう。天地の作り出し神を信じます人が私イエスキリストを信じています天地の作り主太陽信じます光が私のエスキスト信じます知らせより戻るこのマリアより生まれピラトの声苦しみ十字架に捨てられた罪を許すために祈りがある主がこの真ん中におられることをありがとうございます。御言葉と聖霊の働きを通し、お一人お一人が触れられ、また新たにされて、この場所を借りなっていくことができるように、主はあなたを心から礼拝することができますように、変わることのないイエス様、あなたが私たちを助けてください。私たちを導いてください。お願いいたします。御言葉を取り継ぐこの者の上に主を、あなたの御霊の力が豊かに注がれますように聞くお一人お一人のうちに心の扉が開かれあなたがお語りくださいますように心からお願いいたします。心から感謝をし愛する主イエスキリストの皆で感謝してお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。主に願いできることを心から感謝したいと思います。この夢はですね、新潟から、初めて来てくださった方もいらっしゃいます。一緒に礼拝をする中でね、誰であっても、まあ、異端の教会はちょっと困りますけどね、違いますけれど、なんで違うっていうとね、それはね、イエス様を信じてないので、異端やカルトにおいてはね、救いを受けてないという可能性があります。でも、イエス様を信じて救われた
すべての人は行動の教会、一つの教会に所属しています。だから、私たちは家族であり、また一緒に一致して礼拝できる、そのことを覚えて感謝したいと思います。今朝もですね、まあ、新しいこの地域の方が2人、来られましたし、また、さっきまではね、久しぶり、もう数年ぶりに、以前教会来られた方もね、さっき来られて、まあ、今日は、お忙しくて、帰ってしまいましたけど、来週は来たいと、言っておりました。まあ、イエス様にあって一つの家族なんだってことをね、私は強く感じました。まあ、時々ですね、状況下で、いろんな大会があります。まあ、私は福音派の会、聖霊派の会、また社会派の会、いろんなところに関わっていますけれど、もうそれがね、どこであってもね、同じ命を持った兄弟姉妹なんだってことをね、感じますね。私たちはイエス様によって救われた、だから同じ命を持っている。で、この地上を生きててね、私たちはみんな辛い試練に遭います。悲しいことを経験します。だからこそ助け合って祈り合っていくということが大切なんですね。まあ、今日の説教の箇所でもそうですけどね、イエス・キリストは人々の憎しみの対象だった、殺意を抱かれた。まあ、先週のところではね、イエスに対して殺意を抱くユダヤ人の指導者たちが起こった。そのイエス様は十字架につけられて殺されました。イエス様は天にお帰りになりました。今そのイエスに向けられた憎しみはですね、私たちクリスチャンに対して向けられるということになります。私たちはそういう意味でイエス様が言われたことを忘れないでいたいと思うんですね。あなた方は私の名のために全ての人に憎まれるであろう、しかし終わりまで耐え忍ぶ者は救われる。まあ、ともするとね、クリスチャンになるといいことしか起こらないと、まあ、そういうことをね、教えられることになります。そうじゃないな、いいこともあるけど試練や迫害や苦しいこともあるんだ、むしろキリストのために苦しんでいることを選び取っていく、まあ、それがですねクリスチャンなんですね。まあ、今日のメッセージはイエス様がですね、あえて憎まれる道を自ら選ばれた、まあ、そういうことをご一緒に学びたいと思います。歪んだメシア像と正しいメシア像、ヨハネの福音書6章1節から21節の言葉になりますけれど、イエス様は多くの群衆が付き従っていました。しかしイエス様はですね、本当のことを言われたんですね。嘘をついてごまかして、本当のことを言わないでね、人々をたくさん集めようとしたんじゃないんです。本当のことを言ったらね、その群衆のほとんどがいなくなってしまった。いやー、ここを一つ見てもね、イエス様は神様だなって思いますね。さあ、ご一緒にですね、まず聖書を読んでいきたいと思います。ヨハネの福音書6章1節から21まで、皆さんの聖書開かれたら、石油要約の後ろにも載ってますけどね、6章1節から21節まで一緒に、この箇所を読んでみたいと思います。6章1節から、よろしいでしょうか。6の1から、はい。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。さて、ユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。ピリポはイエスに答えた。命令が少しずつ取るにしても、200デナリのパンでは足りません。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟、アンデレがイエスに言った。
ここに少年が大組のパンを5つと小さな魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らの欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べた時、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大組のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴいっぱいになった。人々はイエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り込み、カペナウムの方へ湖を渡っていた。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。湖が吹きまくる強風に荒れ始めた。こうして4、5キロメートルほど漕ぎ出した頃、彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見た。見て恐れた。しかしイエスは彼らに言われた。私が恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほどなく目的の地に着いた。アメン。今朝は、回収がですね、50代の、社会人からですね、小学校6年生、うちの子を入れるという小学校2年生もいたんですね。初めて来てくださる、ね、小学生の方もいて、いやこの説教をね、どうやってその社会人とね、小学校6年生に語るのか、非常にね、難しかったんですけど、夜はね、そんなことありませんね。もう一生懸命で、ね、50歳 の, 社会人の方がうなずいて、そして小学生は、だんだん下を向いていったっていうね、それだけね、若干ね、難しい箇所ですね、分かりやすい、楽しい箇所ではないかもしれません。前回まではですね、ベテスダの池、神の憐れみ、その憐れみのという名前の池で、最も重病人であると思われた、38年間、足苗だった人、当時の平均寿命は30代前半でした。それよりも長生きしている。これ以上の苦しみはないだろう。最も哀れな人のところにイエス様は近づかれた。その出来事を通してですね、イエス様はご自分を表された出来事でしたね。そのことを見てね、人々の不信仰が明らかになっていたんですね。まず、ユダヤ人の指導者たちの不信仰が明らかになりました。歪んでいるキリスト像が明らかになりました。歪んだメシア像、このメシアっていう言葉はですね、ヘブル語で、救い主、ギリシャ語ではキリストという言葉ですけど、イエス様の時代、メシアだと、そういうふうにね、呼んでいたんですね。私も神学校時代ね、よくこの言葉を聞きました。メシア、メシア、メシア。でもね、私たちはキリスト教ですんでね、あまり慣れていませんけれど、このメシアというのはキリストと同じ意味ですね。そして6章に入ると、ユダヤの群衆たちも歪んだメシア像、キリスト像を持っているということがだんだんと照らされてきました。本当じゃないキリストのイメージを持っている。本物のキリストは別にいるんだけど、全く違う存在として考え込んで、思い込んでついていった。だから本当じゃないんだよね。本当のイエス様を知れば知るほど、だんだんもうイエス様から距離を置いていった。そして群衆はほとんど去ってしまった。イエス様もイエス様ですね。ちょっとごまかしてね、自分の、いいとこだけ見せてね、ついてきてもらおう、そんなことは考えなかったんですね。むしろイエス様は間違って自分を王様にしようという、その魂胆が見えたときに、イエス様はさっと
山に退かれたんですね。で、今日の箇所はですね、6章の前半で5000人の給食の奇跡が起こった。さらに群衆がついてきたんですね。もう今までの奇跡を見てイエス様についてきてたんだけど、さらに増えた。しかしね、6章の後半を見るとね、そのほとんどがいなくなっている。今日はね、その箇所ですよ。なぜならば、自分たちが求めているキリストと違ったから、メシア像と違っていたから。でもですから、人数が集まるのがリバイバルなんではありません。それだけで満足してはいけないということをね、聖書は教えます。本当のリバイバルは何か。正しいキリストを知り、本物のイエス様に従う人が起こされること、次々に起こされること、それがリバイバルです。今日私たちもですね、本当に正しいイエス様を知っているだろうか、そしてイエス様に従っているだろうか、それを自己の吟味するときとなっていただけたらと思います。一時的な熱狂は必要ないんです。どこまでもどこまでもイエス様についていく決断を私たち信仰者はしていきたいものですね。まあ、ここまでが初論です。じゃあ4つのポイントで今日はお話しいたします。まず第1番目からいきますけれど、5000人の給食、まあ、この場面設定は何だったか。まず場所はどういう場所で奇跡が起こったか。それはガリラヤ湖だって書いてあります。一節ですね。まあ、ガリラヤ湖はね、イスラエルの、北部に位置していました。最も低い淡水湖です。まあ、なんで淡水湖って言ったかというとね、淡水湖というのは塩分のない、湖ですけど、最も低い、淡水湖じゃない湖が地下っていうのがもっと低いところにあるんですね。で、これはガリラヤ地方にあったためにガリラヤ湖って呼ばれたんですけど、湖畔のね、南西はテベリアという町だったんです。で、その町ではガリラヤ湖じゃなくて、ね、テベリア湖って呼ばれてたんですね。まあ、その他にキネレテ湖とも呼ばれました。キネレテっていうのはね、キノールっていうね、タテゴトっていう、そういう名前が付けられてたね、美しい湖です。で、そこにね、群衆が押し寄せてきてた。イエス様についてきていた。まあ、それがね、状況です。少し前の4節を見ると、4章を見ると、カペナウムの王室の役人の息子が癒された。それはどんな状況だったかというとですね、10キロ離れたその子供に向かって癒された。10キロ先ですよ。そして言ったと同時に10キロ先の息子が癒された。そういう奇跡が起こりました。5章に行くと、まあ、先ほど話しましたベテスダの池の足苗の癒しが起こりました。もうそういうものを見てね、驚いて、これはすごい、まあ、そうしてね、みんながついてきたんですね。3節見てみますと、イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。弟子とイエス様は座られた。なぜでしょうか。ガリラヤ湖はですね、すり鉢状の、形をしています。つまりですね、上の方へ行くと高いんですね。で、その高い場所にイエス様と弟子たちは座りました。そしてそこから低いところに群衆は立って話を聞いたんですね。昔はこういうスタイルだったんです。語る人が座って話をし、聞く人は立って。今日と逆ですねまあ、そのような状況です。時はいつだったか。ユダヤ人の祭りである杉越が近づいていた時期だ。4節に書いてありますね。杉越の祭りっていうのはイスラエルにとって最大のイベントでした。宗教をあまり熱心じゃないユダヤ人も、日本の正月三が日のようにね、みんながお祝いをした、日本のお正月みたいなね、そういう、ユダヤにとっては最大のお祭りイベントです。なんでこれが大切かっていうとですね、イスラエルの人たちにとって自分たちのルーツ、それを思い残す祭りなんですね。イスラエルの民はですね、ヨセフというその人が、奴隷としてエジプトへ連れてこられました。後にこのヨセフは、
エジプトの総理大臣となった。まあ、それ以降イスラエルの人たちはそのエジプトで増え広がっていった、強くなった、どん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 増える、強い力がある、まあ、それを見てエジプトの王様はファロは脅威に感じてね、彼らが何も力を振るえないように奴隷としてしまったんですね。430年の間イスラエルはエジプトで暮らしました。その奴隷の苦しみの中から神様助けてください、イスラエルの人たちを祈ったんです。その時神はモーセという人を立てて、あの有名な出エジプトの出来事が起こりました。さあヨセフ、あ、モーセは何百万のイスラエルの民をエジプトから出そうとしたんだけど、エジプトのファロはそれを許しません。許さないんでね、神は10の災いを下しました。10番目の災いは特にひどかった。全てのエジプト人の家庭に死者が出た、長子が殺されたんです。死者が出ない家庭がないほどでした。しかしイスラエルの家庭には死者が出なかった。子羊を殺しました。まあ、3日間子羊と一緒に過ごし、その子羊を殺して血を門の鴨居に塗りました。そして子羊を食べました。まあ、何かね、生産式のようですね。子羊の血を門に塗り子羊を食べた。そのことによってその血が塗ってある家は裁きの見つかりが過ぎ越していた。何の災いも受けなかった。まあ、そういう出来事を通してついにパロはですね、もうイスラエルを探せよう、そう決めました。でも去った後もですね、エジプトの軍隊がついてきました。そして挟まれたんですね。前は海、後ろは軍隊。その時モーセが祈って手を杖を差し伸べると、航海は真っ二つに割れて、その割れた海をイスラエルの人たちは渡っていきました。渡り終わった時にモーセは手を下ろしました。そうすると後ろから追っかけてきた全てのエジプトの軍隊が海に飲み込まれて滅ぼされてしまいました。でこのようにしてイスラエルは救われた、災いが過ぎ越された、この偉大な救いを忘れないようにしよう、これをいつも記憶しよう、だから過ぎ越しの祭りが行われたんです。だから今私たちクリスチャンにとっては生産式ですよね。生産式に何の意味があるんですか。思い出すんですよ。救われているんだ、あの罪から死の力から解放されているんだ、それを思い出して感謝する、信仰を持つ、まあ、それがですね生産式ですけど、この過ぎ越しの祭りはそういうユダヤ人にとって自分たちを思い起こす、そういうお祭りでした。だからそういうね、信仰が深まるときですよ。信仰が深まるときにね、やっぱりね、何を思うかっていうとね、今この AD この30年頃ですけれど、この時代に今から2000年前ですね、ローマから支配されていた、植民地化されていた。でこれも苦しいんですよ。エジプトの奴隷状態にみたいなもんで、なんとか神様助けてください、そういう期待があったんです。メシアを送ってください、あなたはモーセを送られたじゃないですか、メシアを送ってください、そういう期待があるところにイエス様がこの奇跡を行ったんです。だからその期待が高まったところにこのイエス様が現れたんです。さらに熱狂したんですね。だからこれがね、場面設定ですよ。その時5000人の給食の奇跡が行われた。第2番目いきます。じゃあこの5000人の給食の奇跡はどんなことだったでしょうか。なぜ起こったんでしょうか。まあ、それはですね、すり鉢状のこのガリラヤ湖畔でイエス様がお話をする、
そして群衆をずっと聞いている。お腹が空くんですね。でブー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 文句を言い出す前に、イエス様は食事をあげなさい、弟子たちにね、あなたの手であげなさい、あなたの手であげなさい、イエス様が、ね、そう言ったらね、あげることができるんですよ。計算しなくていいんだけど、フィリップは計算しましたね。まあ頭が良かったのか、まあそろばんが得意だったのか、200デナリのパンでは足りません。まあ、200デナリっていうのはですね、1日の、労働者の賃金が1デナリですので、200日分の給料。でもこれだけあっても、200デナリのパンがあっても、たとえそうでも5000人には養えないでしょう。まあ、それ現実ですよね。でもここの5000人っていうのはですね、当時は女子供は数に入らなかったんです。今はそんなことしたらね、大変な差別だとかね、あのそういうことになりますけど、当時はそうじゃなかった。だからお腹が空かせた2万人がそこにいた。イエス様はフィリップを、ね、テストしたんです。で、フィリップはこう言えばよかったんですね。私は分かりません。でも、イエス様にはできます。皆さん、そう言えるでしょうか、皆さんなら。いやー、危ないでしょうかね。やっぱ聖書にはそう書いてあるけどね、いやー、現実はねっていうね、言うかもしれませんね。でも、カナの婚礼で水をブドウ酒に変えたイエス様、そして、あの奇跡を行ったイエス様、だから、今回もできる。皆さん、人の信仰というのはこうやって成長していくんですよ。あの時もそうだった。あの時もそうだった。だから、今日も大丈夫だ。だから、私たちはですね、その時にイエス様を見上げて、イエス様に祈って、イエス様に従う。それが大切なんですね。そこにアンデルという人がいました。アンデルは行動力のある人ですね。アンデルはすぐに行動しました。信じたわけじゃないんだ。信じたんじゃないけど、イエス様がやりなさいって言うから、はい、わかりました。ただ従っただけですけれど、でも、アンデルの従順によって、イエス様の働きが始まったんです。皆さん、従順って大切ですね。信じてなくてもです。さらならこれはですね、呼び水みたいなもんです。まあ、皆さん、昔、ポンプ型のね、井戸、そういうのをやったことあるでしょうかね。あそこにはですね、水が奥まであるときはですね、いくらポンプを越えるのに出てこないんです。空洞があるから、空気があるから。しかし、その筒の中を水で満たす。これを呼び水って言うんですね。水を入れると、その呼び水によってポンプから水が出てくる。皆さん、その呼び水みたいなもんですよ。アンデレの行動は。アンデレが従った。やりなさい。はい、わかりました。従った。その結果、イエス様が登場できたんです。イエス様はですね、まず登場して、太鼓一番を越えました。座りなさい。座らせなさい。まあ、なぜならばね、今まで自分たちが、イエス様と弟子たちが座ってて、群衆は立ってたんですね。立って聞いてた。だから、座らせなさい。皆さん、座らせたってことはね、もう必ず食べられるってことです。ね、食べるために座りなさいって言うのにね、やっぱり食べられないから、あーってね、また立ち上がって帰るんじゃねえ。それは、もう失望させるだけですね。イエス様はそんなことしない。座らせたら必ず食べられる。信仰の目を持って分かってたんです。次に、イエス様は少年の大麦のパン5つを取りました。そのパンを手に握った。ですから、イエス様が握ったならば、このパンはもう普通のパンじゃありません。必ず人々を養うパンになります。皆さん、このパンをですね、私たち自身と考えてもいいんですよ。皆さんがイエス様に握られたら、小さなものであっても、イエス様が使ってくれるならば、大きな働きができる。そういう信仰を持てるでしょうか。イエス様はパンを手に取った。次に、イエス様は感謝を捧げたっていうんですね。こんな小さなもので、ぶつぶつ言ったりね、過小評価したり、いや、無理だろうなって言ったんじゃないです。小さなものでも感謝したんです。
そしたら出るんです。皆さん今目の前にあるもの、皆さん自身の小さなものとして嘆きますか？力不足を嘆きますか？イエス様はその小さなものを感謝したんです。皆さんもどうぞ今あるものをまず主なる神に感謝してください。イエス様が感謝するならば小さくても用いられる。いや、私たちから見たら小さいか大きいかなんてね、判断する必要ないんです。どんなに小さく見えてもね、イエス様がくれたものを感謝する。皆さんどうぞ、聖書はこう語りますよ。第1テサロニケ5章16節から、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。皆さんどうぞ、自分の環境、今自分がこういう環境に置かれている、そして自分自身、その一つ一つを感謝するようにしてください。皆さんそこに奇跡が起こる、その突破口があるんですね。感謝です。そして感謝の後に人々に分けられたんですね。パンを配った。そしたら配ってる途中でどん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 増えるんですね。え、なくならない、いやなくならないところがどんどん増える。同時進行でどん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 増え、そして人々のお腹がいっぱいになっていった。皆さん、イエス様が言われた通りに行ったらこのような奇跡が起こる。イエス様が命じられたんだから、私にその力がなくてもいいんです。イエス様が言われたからただやればいいんです。願うことは信じて行動する。大丈夫と確信して一歩踏み出す。皆さん、これが私たちのとき必要です。弟子たちと同じですよ。弟子たちも疑ったんです。イエス様と一緒にいても、皆さん私たちも目には見えなくてもイエス様の言葉に従う従順が大切です。アンデレが行動したことでイエス様は働き始めることができました。まあ、最後にですね、イエス様は余ったパン切れを集めなさいと言いました。そうしたらですね、十分食べられる、まあ、この集める前にですね、ちょっとね、小腹を満たしたというじゃないですか。十分食べた。お腹がはち切れそうぐらい、いやもうこれ以上、皆さん食べ放題行ったことありますか？私は初めて二十歳もないときにね、ある食べ放題ありました。2500円ありました。もう、2500円分、元を取ろうと思っていっぱい食べました。トイレ行ったんですね、苦しくて。まあ、やること一緒ですね。もう、汚い。あちこちであのゲロを吐いてね、吐いてまた食べて、そして吐く、また食べる、まあ、そこまでする必要ないんだろうと思ったんですけどね。まあ、食い放題でもそんないっぱいにならないほどイエス様が増やしたパンは人々を満たしました。そして余ったパン切れは12カゴいっぱいになったっていうですね。でそれはですね、12っていうのはイスラエルの12部族を表します。イエス様は全イスラエルを満腹にできる方だということをここで示されました。ハレルヤ。さらにイスラエルだけではありません。神はなんでイスラエルを選ばれたか、それはただイスラエルを救うためじゃないんです。イスラエルを通して全人類が救われる、イスラエルを用いたかったんです。だから本来はイスラエル人がイエス様をまず信じて、そしてイスラエル人がイエスを信じなさいと今宣教活動をしているはずなんですけど、彼らは拒んだ、固くなりました。だから私たちクリスチャンが先に救われた。でも後にイスラエルも救われます。イエス様は全人類、イスラエルを含めて全部の人を養うことができる方です。アメン。皆さん、今日ここに来られた皆さんですね、私がね、いくら仮に有名にお話ししてもね、皆さんのお腹、心はいっぱいになりません。養われるのはイエス様です。この神の言葉を通して、イエス様は皆さんを今日、養ってくださることを信じます。アメン。皆さんのね、群衆の反応。群衆はどう反応したでしょうか。これを見て、14節から、人々はイエスのなさった印を見て、誠に
この方こそ世に来られるはずの預言者だと。そこでイエスは人々を自分を王とするために無理やり連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。イエス様のその奇跡を見た群衆は頂点に達しました。その興奮は頂点に達しました。まことにこの方こそ来られるはずの預言者だ。これはモーセが申命記18章18節で語った言葉を引用して群衆は言ったんです。まことにこの方こそあの預言者だ。そしてイエス様をメシアと考えて王様にしようとした。しかし彼らは本当の私を求めてんじゃない、お腹いっぱいにしてくれたから満足してるに過ぎない、彼らの見てる目は曲がっている、狂っている。見抜き、イエス様はすぐにその場を離れ山に退いたんです。まあ私はこういう経験したことありますね。私をあるポストにね、高いポストにね、ある人が祭り上げてくれました。いや、菅野先生がそのポストに着いたらいいと思います。そしてそこに着きました。でも私はね、その、推薦してくれた人の言うことを聞かなかったんですね。私は聖書の方のことをしなきゃいけない、祈って導かれたことをやろうとした。そしたらこの引きずり下ろされることになりましたね。まあ人はそういうものです。自分がこの人を持ち上げたらね、自分が思ったことをやってくれるだろう。でも思ったことをやってくれなかったら引きずり下ろす。ある教会でこんなことがありました。牧師先生に対してですね、いや先生あなたの説教素晴らしいです、そういうふうに褒めたたえたんですね。ところが牧師先生は生活態度を改めなさい、礼拝を守りなさい、献金をしなさいと、まあそういうとですね、信徒たちは同じことを言った信徒が何て言ったか、先生なんでそんな説教をするんですか、配慮に欠けてますよ、改めてください、平成してくださいって言ったんですね。自分たちを喜ばせてくれる説教をしているときは先生って言ったのをね、いや自分を変えなさい、あなたを変えなさいって言われたらね、いやもう、変えてください、まあ、それに文句言った。だからこういうことはね、何で起こるか、歪んでるんですよ、メシア像が。人々は本当のイエスを求めてきてない。人々は自分を満足させて喜ばせてくれる救い主を求めている。それは昔も今も変わらないことではないでしょうか。日常茶飯事ですね。最後4番目、正しいメシア像について話しています。16節、夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り込みカペナウムの方へ湖に渡っていた。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。湖が吹きまくる強風に荒れ始めた。ガリラヤ湖は荒れたっていうんです、ガリラヤ湖から視界にかけてですね、南北にヨルダン渓谷というね、深い谷、平地が走っているんですね。ガリラヤ湖はですね、海面下213メートル、そういう低い場所にあります。しかしさらにその低地は視界にまで到達し、視界は海面下418メートル、そういうおへそのような場所にあります。まあそういうですね、平地だとですね、気圧が変わる、気温が変わると嵐になりやすいんですね。気圧の変化で嵐になりやすい。さらにですね、このガリラヤ湖の、この左側にはですね、地中海があるんですね。地中海からガリラヤ湖に向けてですね、やっぱり渓谷が走ってるんです。ガリラヤ、地中海から入ってきたその風はガリラヤ湖に向けてどこ吹く、そしてその渓谷はだん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 細くなって、ガリラヤ湖に近づけば近づくほど細くなって、これが加速器となって強い風がね、ガリラヤ湖に吹き込むんです。そうするとすり鉢状のガリラヤ湖は嵐になる。 4,5 メートル波が立つ、いや10メートル立つなんてこともあるそうですね。まあそのような状況が起こった。このガリラヤ湖が荒れたので弟子たちが乗った船はなんと
沈没しそうになった。19節からね、こうして 4,5 キロメートルほど漕ぎ出した頃、彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいてこられるのを見て恐れた。しかしイエスは彼らに言われた。私が恐れることがない。それで彼らはイエスを喜んで船に向かえた。船はほどなく目的地に着いた。嵐がやってきた。向こう岸へ渡ろうとしていた。向こう岸のカペナウムへ行こうとしていた。その途中で嵐がやってきた。しかし先ほど山の上にいたイエス様は急にワープしてですね、ガリラヤ湖の上まで来て、そして歩いてきた。湖面を、そして近づいてきた。私だ、恐れることはない。嵐のど真ん中でイエス様は私だ、ギリシャ語ではエゴー、エイミー、私だ。皆さん、なんと力強い言葉でしょうかね。私だ。イエス様はですね、私だって言葉をですね、ヨハネの福音書で8回ほど使っています。一つ目は、私は命のパンですと言いました。二つ目は、私は世の光だと言いました。三つ目、私は自分自身についての証人ですと言いました。四番目、私は門です。五番目、私は良い牧者です。六番目、私はよみがえりであり命です。7番目、私は道であり真理であり命です。8番目、私はブドウの木です。皆さん、これがイエスなんですよ。ブドウの木であり道、真理、命、よみがえり、命、牧者、門、世の光、命のパン。皆さん、このありのまんまのイエスを知り、ありのまんまで受け入れる、それが信仰です。自分の理想、自分の願い通りにイエス様を信じるんじゃないんです。人々は自分のお腹を満たし満足させてくれる、それがメシアだ、キリストだって誤解していました。だからそうじゃないと分かった時に離れていったんです。皆さん、でもこれは偶像だとしてください。錯覚なんです。虚像なんです。そんなイエス様存在しません。どこにもいません。本当のイエス様はこのイエスただ一人です。それ以外にありません。皆さん、ただ一方、このイエスを信じ受け入れる。結論をお話しいたします。一つ目はですね、正しいメシア像を知るということですね。私だって言った。 I am です。英語では I am。 出エジプト記でモーセに神はご自分を表したときに、神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。皆さん、この私はある、この言葉はですね、ご自分の名前を隠すために言ったかもしれません。でも神をよく表しているんです。私だ、これは絶対者だと言います。比べる存在がない。もう右も左も比べられる存在はいないほど偉大な絶対的なお方。自立存在者です。私たちは今生きていると思うかもしれません。でも神が皆さんの命を取られたら、その場で死んでしまいます。神に寄りかかって、神に依存して生きているんです。生かされているんです。でも神はご自分だけで存在している、自立存在者です。それが私だ。皆さん、それがメシアです。キリストです。群衆たちは歪んだキリスト像を作り上げました。皆さん、それはですね、作られた私たちが神を勝手に作り出しているような越権行為です。私たちは神によって作られたものです。ありのまんまの神を受け入れるように仕込みします。2番目の結論です。ありのまんまのメシアを受け入れなさいということですね。先ほどガリラヤ湖で嵐になった、その時にですね、イエス様は山の上にいたはずなのにワープするかのようにガリラヤ湖に立ち、そして船に近づきました。イエス様が船にお乗りになられると
嵐はやみ、そして無事に向こう岸カテナウムに着くことができました。皆さん、この出来事から何を思い浮かぶことができるでしょうか。今私たちが人生で苦しんでいるとしたら、皆さんは今嵐になっているということを知ってください。その時イエス様があなたのところに近づいてこられます。そしてあなたが心を開いてイエス様を受け入れるならば、嵐はやみ、無事に向こう岸天国へ行くことができます。皆さん、その向こう岸は何でしょうか。罪の許しがある場所です。その向こう岸は悪魔悪霊から解放される場所です。聖霊が注がれている場所です。その向こう岸は自由と健康がある場所です。その向こう岸は問題の解決と祝福がある場所です。その向こう岸は死の棘、罪の力から解放された永遠の命のある場所です。ハレルヤ。皆さん、どうぞ皆さんが心で願うメシア像、それが的を外れているなら、皆さん、それを求め続けるなら、本物のイエスを求めてください。本物のイエスが表されたとき、人々は去っていったんです。皆さん、これが人間の姿です。罪の力です。しかし私たちは今日、これがイエスと言われた方であるから、私の心が望まなくてもこのお方を受け入れよう、このお方を私の心の中に、心と私という船に乗っていただこう。皆さん、そうしたら皆さんの船は難破しません。皆さんの嵐はやみ、やはり皆さんは問題が解決し天国に入ることができます。どうぞこのイエス様を、ありのままのイエス様を受け入れ、このお方を心深く受け入れ、迎え入れ、イエス様と共にこの1週間を歩んでまいりたいと思います。一言お願いいたします。天のお父様、この歌詞を通して頑なな、ユダヤ人の指導者、ユダヤの群衆たちを見てきました。これはただ単に昔のユダヤ教のユダヤ人たちをではなくて、今日の私たちの姿、何年信仰を持っているような、それが牧師であろうが伝道者であろうが、こういう堅くなな心を持つ可能性がある。しかしありのまんまのイエス様を認め受け入れるなら、その人生が祝福され、その人は用いられる。天の父様、どうぞ今日私たちが本物のイエス様を認め受け入れるように悔い改めさせてください。悔い改めるとは向きを変えることです。今日、心の向きをイエス様に向けます。ある場合は180度、ある場合は90度、向きを変えてイエス様を受け入れます。そしてイエス様と共に歩んでまいります。今日、私たちの歩みを、信仰を正してください。あなたに立ち返ります。あなたに立ち返ります。見よ、私は心の外に立ってあなたの心の扉をノックしている。私を受け入れるならば、あなたの罪を許し、一緒に食事をしようって言ってくれました。どうぞ今日、イエス様と一緒に食事をし、その喜びの宴会がこの礼拝になりますよ。お一人お一人がその喜びを味わいますよ。イエス様、ありがとうございます。はい、それしイエス様の名前でお祈りいたします。アメン。なのでしばらくお祈りをしていきたいと思います。どうぞ皆さんの心がこんなこと知っているという、そういう高ぶりを持つのではなくて、イエス様に立ち返る、そういうチャンスとなりますように祝福します。しばらく祈りましょう。私の信仰を褒めていただける、よくやったと言っていただける。
勝利君が許しても今日立ち返れますよ。イエス様を敬礼、イエス様と共に食事をし、イエス様と共に喜びの宴会を開くことができるこの礼拝になります。主よ、この礼拝は宴会です、喜びです。そして私たちがこの世のガリラヤ湖の嵐に翻弄されてきましたけど、その嵐は静まり、私たちが解決し、そして天国に確実に進んでいきます。暗い私たち、キリストと共に十字架につけられ、もはや私が生きているのではなく、キリストが私の死に生きている、死ななきゃいけないその人です。主よ、主よ、あなたは今日私たちにそのような恵みをくださっています。主よ、どうぞこうした中に救いをもたらしてくださるイエス様、見上げてします。あれ、総理大臣覚えてください。今度のサミットで、あれ総理のファーストレディが伊勢神宮を参拝するだけで、外国の要人たちを伊勢神宮へお誘いしようという、そういう計画がありそうです。イエス様、クリスチャンです。主よ、その信仰が正しい信仰となります。妥協なき信仰となります。純粋な主を愛する信仰となります。主を、日本の要人たちを覚えてください。官僚を覚えてください。閣僚を覚えてください。また神様、公務員たちを覚えてください。教育者たちを覚えてください。主を、芸能界の人たちを覚えてください。マスコミ関係者を覚えてください。医療関係者を覚えてください。警察、自衛隊を覚えてください。おじいちゃん、おばあちゃんを覚えてください。お父さん、お母さんを覚えてください。子供たちを覚えてください。主よ様、お願い申し上げます。苦しんでる人たち、困ってる人たちを覚えてください。外国の人たちを覚えてください。経済的に困窮してる人たちを覚えてください。主よ様、憐れんでください。主よ様、あなたをベテスダの池にいる最も深刻なその病人に近づかれました。今日苦しんでいる私たちのところにあなたが来てください。主よ、どこを取り上げますか。私たちを癒してください。主よ、ありがとうございます。5000人の給食を満たされたイエス様、私たちの霊の糧を命のパンで満たしてください。私たちの心の渇きを満たしてください。誰に当てるのとおっしゃらないように。今週私たち出会う人たちに主の福音を届けることができます。あなたを必要としている人たちに出会わせてください。あなたを必要としている人たちを送ってください。そのようにして証をし、あなたを伝えて、あなたの命を届け、私たち一人一人の命を主へそのように申し上げます。心から感謝申し上げます。愛する主イエスキリストの名で感謝して感謝してお願いいたします。アメン。天のお父様、ありがとうございます。どうぞ一人一人のその祈りに応えてくださったことを感謝し、主イエスキリストをただまっすぐに信じる信仰を回復してくださったと信じます。主様、これからも導いてください。主を固くなで断固になることがない従順で柔らかい心をください。主イエスキリストの名で感謝してお祈りいたします。アーメン。皆さん、立ち上がって一緒に感謝の賛美を伝えていきましょう。そして、お祈りのある方は捧げ物をつなげていきたいと思います。イエスは雨の献金箱前にあります。準備のある方はそこに捧げてください。賛美しましょう。立ち上がって賛美しましょう。
イエスは我が命、また喜び、すべての、すべてが我が悲しめる時は慰めあげます。どうにかが一人だと思うが、夏は日が昇る時、豊かに与え命をくださる友よ、しもべを愛してください。十字架で命を捧げ、私たちをあがないと救ってくださったイエス様に心から感謝いたします。復活されたイエス様に感謝いたします。感謝の心を持って主に献金を捧げました。主よ、この捧げ物を主を清めてくださり、主の体のためにお使いくださいますように感謝を捧げ、イエス・キリストの皆でお祈りいたします。アメン。ただいまから主イエス・キリストが定められた聖餐式を執り行います。聖餐式は記念です。過ぎ越しの祭りをして、ユダヤ人たちが今でも自分たちのルーツを思い起こす、あの奴隷の地エジプトから私たちは解放されて自由の身になったと、救われたんだ、そのことを思い起こすんですね。その一つ一つの過ぎ越しの食事、これは複雑なんですね。それはその一つ一つの出来事を全部思い出されるようになっているんです。でこの聖餐式は至ってシンプルです。神の救いの方法は、あの何千年も前の出来事と今では変わっています。今の時代、私たちが救われる方法は、イエス・キリストが私の罪のために十字架にかかり、死んだ後墓に葬られ、三日目によみがえられた、そのことを信じることによって救われます。そして救われた人はその命を永続的に保つことができる。誰がどんな強い地獄の全勢力が来ても、私たちを二度とその滅びや罪の中に引きずり込むことができない。私たちは完全に救われた、イエス様の十字架に感謝し救われたということを思い出すことです。パンを食べ、ブドウジュースを飲むということで、あの十字架によって私たちは救われている。皆さん、どうぞもう一度思い起こして感謝することとなりますように。一言で祈ります。恵み深い天の父なる神様、御子イエス・キリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみと十字架の苦しみを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより、救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし、共に福音の証に生きるものとしてください。主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
私たちの主イエスは渡されるよパンを取り感謝してこれを先こう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。これを飲むたびに私を覚えなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。もう一度祈りをいたします。恵み深い父なる神よ、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた備え物として御前に捧げます。願うとは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますように、主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。おしおしよ素晴らしい方、できないことがないし、主の言葉すべてなす、おしよすばらしい方、主を信じます、すべてできる奇跡は問題のある方は胸に手を置いてください。また痛みがある場所がありますから、その場所に手を置いてください。お祈りいたします。天の父なる神様、イエスキリストは昨日も今日もいつまでも同じです。あなたは私たちを愛し、あの杉越の祭りにおいてイエス様をまさに象徴していました。あの杉越の子羊はイエス様です。あなたは十字架にかかり血を流し、また肉が食べられたように裂かれ、私たちはその命をいただきました。イエス様、ありがとうございます。一緒に食事をしようと言ってくださって、イエス様ありがとうございます。どうぞお一人お一人がこのイエス様の中に行こうことができるように今平安をください。今解いてください。その心を解いてください。あなたが心の中心に入られるように、イエス様に心を全面的に降伏できるように、今イエスキリストの名前を持って兄弟姉妹の罪の力を打ち砕き、悪の悪霊に立ち向かいます。イエスの皆で兄弟姉妹から出て行け、手を離していけ、手を離して出て行こい。
お天のお父様、あなたが御子イエス様の御霊を通して満たしてください。一人一人を解放してください。病を癒してください。痛みを解き放ってください。心を自由にしてください。問題を解決してください。アブラハムの祝福であふれさせてください。聖霊で満たしてください。天のお父様、あなたの解放を感謝いたします。一人と救われました。私たちも救われることを感謝いたします。イエス様が今働いておられます。聖霊で満たしてくださることを心から感謝いたします。愛するイエス様、ありがとうございます。主の力で溢れさせてください。イエス様の力で溢れさせてください。主を祝福してください。主の力で溢れさせてください。イエス様、あなたの御霊で溢れさせてください。あなたの御霊で溢れさせてくださいますように。主イエス様、あなたこそ医者であり救い主です、癒し主です。主イエス様、心から感謝いたします。オーハレリア、天のお父様、ありがとうございます。オーハレリア、天のお父様、ありがとうございます。主の力で溢れさせてください。主の力で溢れさせてくださいますよ。主の力で溢れさせてくださいますよ。お願いいたします。オーハレリア、イエス様、ありがとうございます。オーハレリア、イエス様、ありがとうございます。癒してください。主の力で溢れさせてください。御霊で溢れさせてください。助け主で溢れさせてください。主よ、ありがとうございます。あなたがしてくださったことありがとうございます。導いてくださっていることありがとうございます。新しい週間においても、またこれからの生涯においても、イエス様が私たちの船の中にお乗りください。船長となり、私たちを導いてください。私たちの方向を定めてください。私たちの歩みを一つ一つ手取り足取り導いてくださる方、主イエス様、あなたに委ねます。どうぞ今私たちの問題が解決し、また新しい回答を得てこの場所になりますよ。イエス様、あなたがお与えください。このままの姿でイエス様から愛されていることを心から感謝し、そのことを一人一人が知ることができるよう、心から願い、イエス・キリストの名でお願いいたします。アーメン。誰よりもあなたを愛してる、あなたを誰よりもあなたを誇しめられる、thank you.
親族一覧の上にインターネットで礼拝をされた方々とともに今も後も良いお限りなくあらんことをアメン。愛する皆様に感謝の拍手を持って共に栄光を返したいと思います。ハレルヤ、アメン、ハレルヤ。